返して打つ、返して打つ。さあラスト頑張れ。集合、そこ真ん中。今の小手返し面でもな、手首の返しっていう技は流れ的に相手が小手に来た時に返して打つでしょ。自分がまず王子技を打つにあたって自分の得意な形にはめていかないといけないわけだ。だから例えば相手が遠間から面飛んでくるのに対して出後手をパッて打ったとしても遅れるわけだな。だから自分が十分間合いをどこまで詰めるか。ちゃんとしっかり鍛えろよ、いいか。はい、稽古を作れ、みんなで稽古を作れ、いいか。はい、盛り上がってやれ。ちょっと待って、ちょっと待って。三年生急げ。Thank you.